何かお手伝いを。の、ああ。いや、結構。おい、黒首教授なんて久々に見たぞ。まだ薬学校にいたんだな。冷える人に言ってもな。それでもひどいです。いいのよ、配管を控えたおばあちゃんにできることなんてないものね。お薬を作るのにはつながらないもの。私の専門はカビや微生物の分類学。子供は来るな。今すぐ外に出なさい。待て、そのお方はただの子供ではない。私です、サロモン隊長の部隊にいたファルマ様。再びお目にかかれて光栄です。ああ、そうだ、躍進様だ。おお、得ることをやるしかない。全員に薬を飲ませます。手分けして準備してください。心眼ベスト、テスト患者の12名に対しレボフロキサシンを投与。この場で適切な薬剤選択とケアを続けるには人手が足りない。こうしている間にも黒死病は刻一刻と帝都へ向かっているのに。この病気をもたらした密入国者とその積み荷が帝都へ向かっています。その人たちを見つけ出し。アルマ君みたいな特殊能力を持っているわけじゃないんだから、私もあんな風になれたら。いえ、物の例えよ。ファルマ君がいた時はすごい速さで検疫が進んだけれど、私の目ではまだまだだなーって。あの方の疾患識別の速さと正確さは特殊能力と呼ぶべきものですが、積み荷の検査はお師匠様の方が早いです。私にもできることがあるんだ。そうですよ、大きな仕事をしてほしいのだ。え？あなたはお払い箱などではない。この帝国であなたにしかできない世界を救う仕事だ。私ごときにそんな大それた仕事など。ある新種の微生物を探し出し、そこから新薬となる物質を抽出してほしい。菌糸を伸ばして成長する微生物、放線菌のうちストレプトマイセスという種を探しています。これはどこの大先生が書かれたものなんです？こんなに事細かな記述。検討する価値のあるものだ。今は明かせない。だがここでしたら何年も前から私の研究室で境内培養できています。何？まさかこの子が新薬を作れるだなんて。一日でも早く作ることができれば助けられる命は一日分増えるのだ。新薬は一朝一夕にはできぬだろう。だが体感は当分見送りだな、キャスパー教授。はい、頑張ります。躍進様もお気をつけて。感謝いたします。子供、なんでこんなところに。何台の荷車が向かっていて、積み荷は何か教えていただけますか？質問に答えれば薬を出します。薬を飲まなければその症状は悪化するだけ。物が2台、香辛料が1台、それと動物が1台。リスだ。血種類か、ペストのキャリアになる。疫病で住民が全滅した島のことか。帝都に向かったのは何人だ？運搬人が24人、聖騎士が5人だ。聖騎士？戦闘に特化した神術使いの騎士です。帝国に疫病を広めることが聖騎士の任務だったのか。もしあれも誰かに仕組まれたものだったとしたら、帝都を滅ぼそうとしているのだとしたら。躍進様、こんなクズどもに薬をやらなくてもいいのでは？いいえ、薬で救える命なら貴賤も国籍も人の善悪も関係ありません。私は薬師です。サンフルーブへようこそ。マスクを召しませ。マスク、マスクね。でしょうか。敵中、敵中だ。落とし格子を下ろすんだ。ファルマ様の薬はどこにある？こちらに。何か運んでいるのか。
まあいい。そりゃ行け。飛べ、帝都市を飛び回れ。ほら、あそこ。あの生き物が町に紛れたら帝都が大変なことになるぞ。家も店も門扉を閉じさせて、あの動物を中に入れてはいけない。黒死病の感染源となるものはネズミなどの血種類、そこにはリスも含まれる。ついに来たのか。